うざいことに、彼は秘密が暴かれるのをきっかけとし、強くなろうと決心しやがったのです。ちょっとなんか市場が入ってきよるよ。今回ちょっとめちゃくちゃ難しかったんやけど。いろいろと難しかったんやけど。何を言ってるんだ。もうここまで来たら諦めるしかねえだろう。え、モノグマ、始めてくれよ。投票タイムってやつをよ。もう語りはないんすか。大丈夫。え、待て、待ってくれ。何かしら言い訳タイムはないの。待ちません。ではお待ちかねの投票タイムを始めます。なぜ殺したとかさ。お前らお手元のスイッチを押してください。さて投票の結果、黒となるのは誰なのか。いや、大和田くんやろ。だって自白したもん今。その答えは正解なのか不正解なのか。え、これで不正解やったら怖すぎるんやけど。逆にどうなんだ。これで石丸くんとかいうことないやろ。あー、来た来た来た。ギルティー。なんと今回も大正解でした。そうなのです。藤崎千尋くんを殺した黒は大和田モンドくんなのでした。まったくもう。あ、ちなみに投票は満場一致ではありませんでした。石丸くんだけが不正解でした。石丸くん、危ないところでしたね。気をつけてくださいよ。僕は信じないぞ。兄弟が人を殺すはずが。すまねえ。なぜ謝る。なぜだ、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 なぜなんだ。なぜ。なぜそんなことをしたんだ。うわ、せっかくここでできたお友達が。黙秘権を発動した大和田くんに代わり、僕が説明しましょう。今回の殺人が起きた理由、そこには二人の男の悲しい物語があったのです。聞きたくない人は B ボタンで読み進めちゃってくださいね。いや、聞きます聞きます。ある少年がいました。少年の名は藤崎千尋。もともと知り合いやったとか。違うよね。彼は自分の弱さに極度のコンプレックスを抱いていました。男のくせに。幼い頃からそんな言葉を言われ続けた彼は、その弱さをいつまでも克服することができず、逆にさらなる弱さの中に自分自身を隠してしまいました。女性になりきること、それが彼の選択した逃げ道だったのです。あ、じゃあ要は別に性自認がどうとかっていうことではなく、男のもうパッと見男のまんまで弱かったらいろいろ言われるけん、女としておれば大丈夫やろっていう風になったってことか。これでもう誰も僕のことを男のくせになんて言えない。しかしいくら殻に身を包んでも、自分の中に根付いたコンプレックスはそう簡単には払拭されませんでした。殻は所詮殻。藤崎くんのコンプレックスは消えるどころか、ますます強くなる一方だったのです。僕は弱い。弱い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 。そんな折、スタートした殺し合い学園生活。ここで彼は思い知ることとなるのです。所詮世界は弱肉強食。強くなければ生き抜けないと。え、めっちゃ多いな。こんな多かったっけ。今でも十分多いと思っとったけど。さらに、憎くて愛くるしいモノクマから発表された、恥ずかしい思い出の暴露イベント。ちょっとモノクマにつく就職後いらんすぎるんやけど。その時、モノクマから暴露される予定だった、藤崎くんの恥ずかしい思い出とは、男っていうこと。男のくせに女の格好をしている。あのね。それは藤崎くんにとって、絶対に他人に知られてはならない秘密でした。それを知られたら最後、自分を守るから。いやさ、鎧はひっぺがされ、彼は今まで以上に周りのみんなから責め立てられるに違いありません。ここにおる人は大丈夫やと思うけどな。こんな窮地に立たせられ、彼は激しく絶望するはず。誰もがそう思いました。ですが。何？ごめんなさい。今は話したくない。でも。でも。このままじゃダメだと思うから、後できっと話すよ。頑張って強くなって、みんなには話すから。ちょっと前向きになりかけとったのね、せっかく。
うざいことに彼は秘密が暴かれるのをきっかけとし、強くなろうと決心しやがったのです。ちょっとなんか市場が入ってきよるよ。うん、今こそ、今だからこそ変わりたいんだ。強くなって本当の自分になるんだ。自分を信じたいんだ。男のくせになんて言われても平気なくらい強く変わるんだ。そう思い立った彼はすぐに行動に移ることにしました。そしてその日からトレーニングを始めようとしたのです。心と体を一から鍛え直すために。その日がトレーニング初日やった。ひぃ。ですが悲しいことに、それが最初で最後のトレーニングとなってしまったのです。なんならトレーニングする前にコールされたんじゃない？藤崎くんは、トレーニングを開始するにあたり、誰かに協力をお願いしようと考えていました。あそこで、まあ、強そうな、大和田くんに言ったと。最初にその人物だけに秘密を話し、一緒にトレーニングしてもらおうと考えたのです。そこで彼が選んだのが、ああそうだよ、俺ってことだろ。せっかく信用してもらったのに。はい、そうですね。男の約束にこだわる暴走族野郎なら、最初に秘密を打ち明けてもその約束を守ってくれると思ったのでしょう。そうそう。それに男臭い大和田くんは藤崎くんが憧れる強い男の象徴でもあります。でもやっぱりあれじゃない？大和田くんはここがちょっとなんか好きになりよったみたいな感じなんやない？勇気を振り絞ってまずは大和田くんに話してみよう。それで強くなるための手助けをしてってお願いするんだ。しょぼーん。それは憧れ。藤崎くんは決して届かない存在だからこそその思いを大和田くんに抱いたのです。そう。じゃあ大和田くんはその約束を守るためにあんなことをしたのね。あんなこと？それって死体を男子更衣室から女子更衣室に運んだ理由のこと？ええ。名誉を守るためってことか？その通りよ。それは事件を偽装するためだったはずじゃ。確かに。それもあったかもしれない。でもそれだけじゃなかったはずよ。藤崎千尋との男同士の約束を守るという目的も含まれていたはずだわ。でも、死体を移動させることがどうして秘密を守ることになるの？だって、藤崎千尋が男子更衣室で殺されたとなれば、どうやって男子更衣室に入ったのか、という議論になってしまうでしょ？そうなってしまえば、彼の正体を疑う者も出てくるわ。だからこそ、死体を女子更衣室に移し、彼の生徒手帳を盗むことで、その正体がバレないようにしたんじゃないの？じゃあ、大和田くんは自分が殺した藤崎さんとの約束を守るために。なんかちょっと、あれやね。殺しはしたけど、ちょっと、重いが。どうしてなんだ。話を聞けば聞くほどわからない。君らは互いに信頼し合っていたようではないか。それなのにどうしてなんだ。バラされたくなかったんだ。どうしてもやっぱりあの剣が引き金になったのね。そこまでバラされたくない何かがあるの？もう見た目からして悪いことしてきてそうやけん大丈夫じゃない？それでもダメな何か？恥ずかしい思い出や誰にも言えない過去の暴露の剣。そんなバカな、そんなことあるはずがない。人を殺してまで知られたくない思い出や過去なんて。そんなはずない。何度も言わせるな。前にも言ったはずだぞ。自分を基準に物事を判断するなど愚の骨頂だ。お前にはなくともこいつにはあった。それだけのことだ。じゃあついでに教えておいてやるね。大和田くんが世間にバラされたくなったなかった思い出、そして過去とは。あのね、大和田くんはね、自分のお兄さんを殺したんだよ。でもやけんそれはあれやねん、過失じゃないの？今や超高校級の暴走族として全国の不良を振り上がらせる存在となった大和田くん。そんな彼が暴走族に入ったきっかけはある人物の存在でした。これがお兄さん、大和田モンドくんの兄、大和田ダイヤくんです。ダイヤモンドや。モンド君はお兄さんを心から尊敬していました。彼が単車に乗るようになったのもお兄さんの影響です。すさんだ家庭に育ったモンド君にとって唯一心を許し尊敬できる相手がお兄さんでした。お兄さんに追いつこうとお兄さんの真似ばかりしている。モンド君はそんな弟さんでした。そしてカリスマ性あふれるお兄さんが作った暴走族チームはいつしか日本最大のチームへと発展していきました。事故やって絶対ね。こんな尊敬しとるのに。
兄の大和田ダイヤはチームのナンバーワン、弟の大和田モンドはナンバーツー。最初はそれでよかったのですが、お兄さんが暴走族を引退し、自分が二代目を引き継がなくてはならなくなった時、お兄さんの偉大さが大きな重圧となってモンド君を襲ったのです。え、殺そうと思って殺したん？弟は所詮ナンバーツーだしな。このチームはダイヤが一人で作ったチームだ。弟のモンドはおまけだよ。そんな奴に二代目が務まんのか？この先チームは弱くなる一方だな。チーム内で囁かれるそんな陰口が毎日のようにモンド君の耳に入ってきました。だからこそ俺は兄貴より強くなんなきゃなんねえ。だから最後に一度だけどうしても勝つんだ。どうしても勝たなくちゃなんねえんだ。そして偉大なお兄さんの引退式の夜、モンド君は彼に単車での勝負を挑んだのです。やっぱ事故やない。ですがそのレース中に悲劇は起きてしまいました。これお兄さん？勝利を焦った弟さんは無謀な走りをした結果反対車線に飛び出してしまいました。あ、かばってくれたってこと？ですがその時でした。ほら事故やん。藤崎ちゃん殺してまで守る秘密じゃないって。弟の腕に抱かれながらお兄さんは最後にこう言いました。悪い、どじっちまった。すまねえな。事故の責任はモンド君にあると分かっていながら、お兄さんは弟さんを責めようとはしませんでした。おい、あとは頼むぞ。絶対にチームを潰すんじゃねえぞ。俺とお前で作ったチームなんだからな。男同士の約束だぞ。ほら、わざとじゃないんやけんさ。チームのみんなには事故の原因は伏せておくことにしました。兄との約束を守るには、チームを分裂させないためには、自分の弱さのせいで兄が事故ったとは、絶対に言うわけにはいかなかったのです。その結果、お兄さんに勝った弟さんのもとで、再びチームは一つにまとまりました。弟に負けそうになった兄が、無茶な走りをしたせいで自滅した。それがダイヤ君の死の理由となりました。モンド君の嘘が真実になったのです。こうしてモンド君は兄の死を嘘で塗り固め、チームを牽引していく覚悟を決めたのです。俺は強い。強い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 。ですが、そんな折、スタートした殺し合い学園生活で、彼は思い知ることとなったのです。いくら強がっていても、自分は簡単に死ぬ弱い存在でしかないのだと。さらに、憎くて愛らしいモノクマから発表された恥ずかしい思い出の暴露イベント。なんかすごいデジャブ。そこでモノクマから暴露される予定だと知らされた恥ずかしい思い出こそが、大和田モンドは兄を殺した。いやでもそこは、理解されんと思ったってことかな。まあ、見た目的に。絶対にチームの連中に知られるわけにはいかなかったんだ。なことになったらチームは破滅だ。別に世間に公表されるの？ここのメンバー内で公表されるだけじゃない。俺と兄貴のチームが潰れちまう。兄貴の死も、俺が一人で背負い込んだ罪悪感も、すべてが無駄になっちまう。だから俺は、大和田くん。モノクマの暴露の話を聞いた時から、俺の頭の中では、もやもやした不安が渦巻いているみてえだった。あんなの初めてだった。自分でもどうしたらいいかわかんなくなっちまって、そうこうしてるうちに、そのもやもやした不安はいつの間にか、ガッチガチででっけえ不安に変わってやがったんだ。その時だった。藤崎からトレーニングを頼まれたのは。そこで俺は、あいつから秘密を打ち明けられたんだ。それは弱い存在を守ってあげるところやろ。マジかよ。ごめんなさい。騙しててごめんなさい。でもよ、どうしてだ？どうして急に秘密を打ち明ける気になった？だってよ、ずっと守り通してきた秘密だろ。そいつを知られちまったらおめえは。でも、変わりたいんだ。いつまでも嘘を逃げている弱い自分を壊してさ。その言葉が俺を刺した。俺がやったすべてを否定された気がした。そこか、なるほどね。変わらなきゃいけないと思うんだ。僕は弱いから。でもさ、大和田くんは強いからきっとへっちゃらなんだよね。モノクマにどんな秘密をばらされてもさ。だから言えっつーのか。
本当に強えなら秘密を言ってみろっつうのか。嫉妬だよ。俺は藤崎の強さに嫉妬したんだ。自分の弱さと向き合ってそれを乗り越えようとする強さに、俺にはない強さに。俺はそいつに嫉妬したんだ。ぶっ壊れた嫉妬だよ。皮肉か？俺が強いって、そいつは皮肉かよ。違うよ。皮肉なんかじゃないよ。だって大和田くんは本当に強い人だし。ジグジグと不気味な音を立てながら何かがきしみ始めてた。俺の頭の中の何かが俺にどうしろっつうんだ。じゃあ俺はどうすりゃよかったんだ。秘密をばらして全部を台無しにすりゃよかったってのか。ああ、なんか被害妄想が激しく。なんで俺に言った？俺への当てつけか。僕はただ大和田くんに憧れてて、強い大和田くんに憧れてて、そうだ。ああ、もうなんか全ての言葉がダメやったんやね。俺は強えんだ。強い、強いんだ。強い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 。おめえよりも、兄貴よりもだ。そっから先の記憶は俺にはねえ。気づいた時には足元に血まみれのあいつが、手にはダンベルで倒れたあいつを見下ろしてたんだ。兄弟。じゃあ待ち合わせした時にはまだ秘密は分かってなかったってことか。俺は殺した。藤崎千尋を殺しちまった。いつまで経っても自分の弱さを克服できないせいで、そのせいでとんでもねえことをしちまった。大和田くん、普段はあんなに強気だった彼が、みんなには内緒で抱えていた弱い部分、そんな心の弱い部分をあいつが冷酷についたんだ。あいつが。でも今こういう状況やけんあれやけど、まあ、何にもない状態でその話だけ聞かされてもあれかな。やっぱり見た目で判断されてわざとやろうってなるかな。殺した。ソーラ見なよ。お前らなんてそんなもんなんだよ。思い出なんかのために、たかが過去なんかのために平気で人を殺す生き物なんだよ。いつまで経っても外の世界に未練を断ち切れず、しかも本当の強さってのは全く理解してない。そんな奴らのどこが希望だってんだ。貴様、貴様ふざけるな。もう一度言ってみろ。いいよ、何度でも言ってあげるよと言いたいところですが、そういうわけにもいかないんだよね。そろそろお仕置きの時間が近づいてるからさ。お仕置きって、まあ、いつものやろ、処刑。おや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 。だってさ、そういう約束でしょ。秩序を乱した黒は罰せられるって。待て。スペシャルなお仕置きを用意しました。何にスペシャル。待つんだ。待ってくれ。では張り切っていきましょう。お仕置きタイム。待てって言ってるじゃないか。すまねえな兄貴。あっちが兄貴なんや。男同士の約束。あ、違うんか。自分が兄貴のことか。石丸くんのことかと思ったよ。大和田くんが黒に決まりました。お仕置きを開始します。あー、ゲームオーバー。バイクで引かれるとかかな？集団の。ん？何？くくりつけられたの？髪の毛。何あれ、猛獣が放たれるってこと？いや、何もおらんけどな。モタアク、ん、読めねえ。モーター、その後に続く言葉が、おらんくなったぞ。何食われるんやねん、やっぱりあの横の虎に。電気？感電子ってことか。なんでモノクマが疲れ果てと。何があった今。
普通にそこに座っとっただけやない。な、え、おらん。え、なに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 、え、大和田くんバターになったんやけど、どういうこと、え、え、どういうこと、なんかバター作る攪拌機みたいな感じだったってこと今の。死を優しく笑え、そしてあなたの魂に安らぎをあれ。嘘だ。兄弟が。二度目の殺人、そして二度目の処刑。僕は改めて実感する。ここでは人の命は軽い。頭がどうかなってしまいそうなほど、とてつもなく軽い。うわぁ、石丸くん絶対これ壊れたな。石丸くんの悲痛な叫び声を聞きながら、僕らは繰り返しそれを痛感させられる。だけどそれなのに彼は。あっけないものだな、ゲームの幕切れというのは。戸上くん、あんた正気じゃない。何がゲームよ、仲間が死んだんだよ。当然だ。そりゃそうだ、これは命がけのゲームなんだからな。ね、私は別にあなたの考えをどうこう言うつもりはない。そんなつもりはないけど。だけど。消せないの。どうしてあなたはわざわざ大和田くんの犯行を偽装したの？なんだ。どうしてだと？決まってるだろ。面白いからだ。自分の命もかかっとんのに。それは静かな声ではあったが、恐ろしくゾッとする声だった。事件が起きた昨日の夜、俺はいつものように2階の図書室にいたんだ。まっ。あなたも夜時間のルールは無視ですか？俺は最初からルールなんて気にしていない。約束した覚えもないな。仕方がありませんわね。まあいいですわ。話を続けてください。夜も更けたんで、部屋に帰ろうと思ったところで、偶然にも俺は見かけてしまったんだよ。大和田が女子更衣室から出てくるところをな。あ、じゃあ犯人も分かっとったってこと？後で中を覗いたら、そこに死体があったというわけだ。目撃してたんか。じゃあジェノサイダーショー、え、もうちゃんと犯人分かっとったんや。全く間抜けだな、俺に見られていたとも知らずに。じゃあ戸上白夜殿は最初から犯人を知っていたと。そうだが、それで終わってしまってはあまりにつまらんだろう。最初から答えに見えているゲームなんて単なる時間の無駄だからな。だから俺が勝手に手を貸してやったんだ、盛り上げるためにな。盛り上げるって、そんなことのために。なるほどね。ちょうど深尾さんからジェノサイダーショーのことを聞いていたあなたはそれを利用し、あんな奇想工作を行ったのね。あ、てかあれか、深尾ちゃん自身は自分の中のジェノサイダーショーがやったって思い込んだんだね。けどよ、あのまま犯人を当てられなかったらお前だって処刑されるところだったんだべ。ことはあれか、別の人格に変わっとる間の記憶はないわけやね。さすがに、そうなる前には答えを言ってたさ。ただ、そこで戸上くんは僕を見た。鋭さを増した視線で、ぐさりと僕を突き刺した。優秀な誰かさんのおかげでそうならずに済んだがな。全くいいシミュレートができた。俺がプロになるとき、誰に一番気をつければいいか、これで分かった。うわぁ、人を殺す気もあるんやね。な、そういう理由だったな。納得してもらえたかな。うん、あなたの話はもういいわ。だから次は、ね、モノクマに聞きたいことがあるの。おやおや、今度は僕ですか？あなたは毎回随分と手の込んだ処刑をするのね。それはなぜかしら。ぷぷぷ、気に入ってくれた？何せこれはお前らだけのお仕置き、お前らだけの絶望じゃないからね。これは全人類へのお仕置きであり、絶望でもあるんだよ。何？大げさなのね。大げさなんかじゃないよ。これは全ての希望を絶望に変えるお仕置きなんだよね。おのれ。どういう意味だ？は？意味？意味？んー？意味？なんだよ。意味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 って。ほら。ああ、もういちいち意味にこだわるなんて意味不明なんだけど。どうでもいいじゃないか。結局勝つのは俺なんだ。そしてその時に全てがわかる。あわわ。いやー、御曹司くん、君ってわかってるね。君とは気が合いそうな予感がするですぞ。やめろ。お前みたいに幼稚な犯罪者と気が合うはずないだろ。でも今度さ、誰か殺してやろうってなったらここ殺したくなるよね。
まあでもなんかな、逆に殺されそうであれやけど、それに言っておくが、俺が勝ち抜けた後次はお前の番だからな。いいか、お前は俺が殺す。戸上の名にかけて、勝利を宿命づけられた戸上の名にかけてだ。はしゃいじゃって。かっこいい、まるで主人公キャラだね。ただの雑魚キャラにしておくにはもったいないよ。殺す、絶対にだ。そんなに簡単に怒るなよ。カルシウムの話でもしてやろうか。戸上くんはどうかな、主人公と一騎打ちぐらいかな。でもな、キリキリちゃんも残りそうやけんな。響き渡るモノクマの高笑いとともに、藤崎さんと大和田くんの事件は幕を閉じた。だけどそれで終わりじゃない。殺し合い学園生活は終わらない。まだまだ終わらせてくれない。生き残った僕らは巻き込んで、最悪の絶望はぐんぐん加速していく。それは奈落に落ちた子犬の方がまだ未来があると思えるほどの絶望。僕らの勇気も友情も努力もまるで通じないほどの最悪の絶望だったんだ。何これ、黒幕？いやはや、それにしてもだね。え、てかさ、今俺生徒側に黒幕おるんじゃない？ないかな？いいペースだよ。もしかしたら今まで殺された側はないか、処刑受けた側とかにもおるかもしれんや。とりあえずなんか処刑された風にして位置抜けて裏からずっと見よるみたいな、あるパターンじゃないこれ、デスゲームで。膠着状態になる前に最初の殺人に及んだ彼女の功績が大きいよね。殺された側はさ、やっぱ殺されることは予想できんけんの、自分が。恐怖と絶望は全てを凌駕するスピードで突き進む。でも残念なのは、せっかく連中の中に送り込んだ君の、ほらやっぱり生徒の中におる。でも分かりやすい戸上くんではないってことやね。本来なら首を切るのは君の役目だったんだけど、まあいいか、しょうがないから、君はそのまま学園生活を盛り上げてちょうだい。え、最初彼女って何？最初の、え、最初の犯人ってペヨンやろ？てかさ、あの一番最初に見せしめで殺された江ノ島純子、あの子やったらさ、死んだふりしてっていうのありえるんやないん？で、こう結託しとったとしたらさ、殺したふりして殺してない、殺されたふりして殺されてないみたいな。まあ、でも学園生活盛り上げれんね、死んどるけん。じゃあ無理か、普通に見せしめか。遊んでるんだからね。一つ聞きたいことが。キリギリちゃんかな、誰のこと？16人目の高校生って。そう、16人目ってなんなんやろ。まだ出てきてない子がおるってこと？いやはや、いくら子一番に受付はしたけど、超却下だよ、鬼却下だよ。だってさ、それは僕の奥の手だもん。あれかな、前回のゲームの時の生き残りとかそういうことかな。ゲーム始まる前になんかさ、前の人たちの処刑シーンみたいなあったよね。奥の手をあっさり他人に見せるバカはいないでしょ。仲間同士といえどもさ、ふぷぷふぷぷぷぷ。誰なんやろな、裏切り者。第2章、週刊少年絶望マガジン、エンド。そんなタイトルやったっけ。生き残りメンバー10人、まだまだおるね。 To be continued。プレゼント、クイ、え、ボイ、ジ、イ、わからん。ダイヤモンドしかわからん。を獲得しました。プレゼントメニューで確認できます。はい、セーブデータ保存しましょう。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。
いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんか最初さ、めちゃくちゃ30分以内ぐらいで犯人分かったやんって思ったけど、全然違ったね。怒涛の展開やった上にクソ長かった。びっくりした。めっちゃびっくりしたよ。